おはようございます。モテダックことモテキコウサクです。僕は普段ですね、どんな研究をしてるかっていうと、こんな感じの飛行機で空に飛び立ったりとか、それからこんなちょっと変わった感じの気象センサーで、現場に飛び込んだりとか、いろんな形で、データを取ってきて研究をしたりしてるんですけど、そうすると僕が感じるのは、大空で展開されるようないろんなドラマを感じるっていうことがありまして、だから今日は僕一番言いたいことはもう一つだけなんですよね。気象っていうのは、すいませんね、空で放映中の、誰でも見れる連ドラなんじゃないかということが今日僕が言いたいことです。で、気象学っていう、一般的に言うと、そもそも天気予報を支える学問ですよっていうところはあると思うんですけど、天気予報って皆さん普段どんな風に見てらっしゃいますかね。明日の天気を8割当ててしまえるっていうのは、ある意味すごい技術ですし、この、ちょっと前の人から見ればもうすごい魔術みたいなもんだと思うんですよ。で、なんですけど、この魔術が伝えてるのはただの答え、明日の答えを言ってるんじゃないんだということが、僕らは感じてることで、むしろ僕が言いたいのは連ドラの時間予告みたいなもんだと思った方が全然豊かな見方ができるんじゃないかということなんですよね。で、僕ら研究者はじゃあ何してるのかっていうと、いろんな取材器具を持って、現場に行って、そのシナリオの展開のパターンを、僕ら分析、いろんな意味で向きになってる存在なんじゃないかなっていうのが研究者だと思うんですけど、僕は梅雨が専門なんですよね。なので、梅雨に関するストーリーを一つ紹介したいなと思います。で、僕が梅雨を、最初どう思ってたかっていうと、みんなそうだと思うんですけど、鬱陶しい季節じゃないですか、基本的に。だから、僕はなんでその鬱陶しいのかっていうことを本当の理由が漠然と知りたかったんですよね。で、なんですけど、研究をちょっとやってみたところで、ちょっとずつ不快だけだったのにちょっとずつ愛着に変わっていくっていうことを経験したんですよ。で、それは単純に中学校理科の教科書とかで知識として学んでても、あんまりそういうことは思わなかったですね。で、どういうことを中学校の理科でやったかっていうと、例えば梅雨はこういうものですと。南側に小笠原高気圧があって、北側にオホーツク海高気圧があって、その狭間で梅雨前線というのができて梅雨空が広がるんですって、それが梅雨じゃないですかって知識としては学ぶんですけど、どこをどうドラマとして捉えるかっていうのが、研究をしてるしてないの違いじゃないかな。で、僕は登場人物としてこの3人が見えたんですよね、研究をしてる時ある時から。で、これってどういうことかっていうと、舞台設定としては、北側のクールな彼と南側の熱い彼が、間に挟まれた彼女にプッシュし合ってるっていう、そういう場面設定が強いっていう季節なんじゃないかなって。そう思うと、この間の彼女ってもう完全に朝倉みなみちゃんじゃないですか、こうタッチで言うところのそうするともうなんかどっち行くのって最後までわからないから振り回されてんじゃないのっていう捉え方ができると思うんですよ。そうすると、例えば序盤はクールな彼の、なんですか、キュッとされた時に拒まなかったじゃんって思ったけど、なんかやっぱり熱い彼の直球には弱いのかなとか思わされたりとかで、中盤やっぱりこんな展開にまた戻ったりで、なんか最後までどっちなのってなってずるいじゃんって思うような感じの存在が彼女なわけですよね。で、そうするとこれが何回も繰り返されるから、あ、僕の心はひたすら振り回されてたんだと。だから言ったら鬱陶しいのは彼女が、なんだろう、優柔不断なせいなんじゃないのっていうのが、もう僕が落ち着いたところだったんですね。そうするとなんですけど、こう思い始めたところからちょっと変わったことがあるんですけど、実際天下の気象庁のスパコンだって彼女に振り回されてるわけですよ。本当に普段8割当ててるはずに、あれ70点しか取れねえみたいな感じになっちゃうんですけど、でも、こういうストーリーを知ってる人はただの点数を気にしてるんじゃなくて、なんかちょっと鬱陶しいだけじゃなくて僕は愛着になり始めてるんですよ、こんな風に見え始めたら。で、こうなると愛着から
新しい不思議ってちょっとずつ見えてくるんですね。でここを追求してるのが僕にとっては研究を始めるっていうスタートだったということなんですが、じゃあ研究って言ったらもう本当に特別に難しいデータを使わないとできないことかって言ったら僕は全然そうだと思わないんですよ。でどういうことかって言ったら天気図って、まあ、天気予報でよく出てきて誰でも見れる話じゃないですか。で僕が気になったのはもうこれでものすごい違和感を抱いたっていうところから僕今年書いた論文の話をちょっとしたいと思うんですけど、もう本当にこれだけなんですよ。何が違和感あるかってずっとレンドラ見てる僕にとってはクールな彼に対して僕はすごい違和感ってなんか腹立ってきたんです。どう腹立ったかって言うと、いや君は一体本当にね彼女に対して本気なのかと思い始めたんですよ。でどこがそう思うかっていうと、まず第一に単純に言ってちょっとよく考えてほしいんですけど、単純に言って遠すぎるんじゃないですか。でいや別に遠距離をね否定しないんですけど、いや彼がね沖縄とか九州まで追いかけて来てるならいいですけど、なかなか来ないんですよ。そんなのってひどいじゃんみたいな感じで、でむしろもっと彼女のそばに近い存在いるんですよ。ね、で、あれなんか後悔っていう海にちょっといるじゃないですか。なんでほっとくんですかこれをっていう話で、で僕がぜんこっちの方が気になり始めて、でこの彼を僕が勝手に公開高気圧って名前つけたんですよっていう論文なんですけど、でもまあがぜん気になり始めたらもう追いかけるしかないじゃないですか。でもこの2人の関係絶対らしいからストーカーしてやったんですよ。でストーカーし始めた時点でこの登場人物に僕が加わってるんですよね。わかります？で僕が加わった時点でまあもう10年分過去1000枚の天気図をひたすらストーカーしてやったんですけど、そうするとすごいことが分かっちゃうんですよね。いやでも本当ただの天気図ですよ。誰でも見れる話じゃないですか。でもストーカーってすごいんですよね。分かっちゃったんですけど、初めと終わりの連ドラのシーンって、まあ、大事なシーンじゃないですか。そこで必ず彼が出てくるんですよ。マジかと思って。でじゃあね、まあ、追離と追明けってことですけど、じゃあそういう連ドラのストーリーを大体知ってたら天気予報の聞き方これからじゃあ単純に変わってきませんかっていう気がするんですよね。そうするとただの情報じゃなくなるじゃないですか。ずっと付き合い方ってちょっと豊かになりますよねって思うんですね。で何でも人付き合いでもそうだと思うんですけど、肩書きとか外見とかもうどうでもよくて、人の一人一人の内面が大事じゃないですか。で関係性がどうなのっていうところが、まあ、付き合い方を僕らと豊かにしてくれるんじゃないかなと思うところがあって、でなぜなら僕ら、まあ、好んでても好んでなくてももうこの空のドラマがもう勝手に展開されてるその下で僕ら行きたいわけです。そしたら、まあ、登場人物と僕との関係を見つけようとするっていうのは、まあ、振り回されないとには絶対意味あるなと思ったっていうのが、まあ、研究してて結果的に見えてきたところだなと思うんですよね。で研究してると結果的に見た時に不快が愛着になってました。ね、不思議が納得になったら素晴らしいじゃないですか。追離追明がスッキリしたら。でまあなんとなく漠然と不安だったこともなんか楽しくなっちゃってたらもうほんと素晴らしいんですよね。でだからぜひ皆さんにもですね、これからの気象学っていうのがもうほんと専門家だけのしこしこやってる話じゃなくて、皆さん一人一人が自分とこのといろんな登場人物とどういう関わりがあるかっていうのをそのストーリーを、まあ、集めて作り上げていくようなそういうものになったらもう本当すごい魔術なんじゃないかなと思うんですね。なのでぜひいつあなたがどこでどんな天気を気にしてるかっていうのを僕らに教えてほしいなと思って、まあ、ここに来たんですけど、まあ、その話聞くためだったらもう僕らこの仲間たちとですね仲間たちとどこにでも飛んでいくつもりでいるんで、だから天気予報っていうのをただの情報とか答えとかじゃなくて、まあ、いろんなシナリオの展開があるっていう興味で、まあ、これから見てもらえたら本当に嬉しいです。本当に嬉しいです。ということが伝えたくて来ました。ありがとうございました。
本田さんどうもありがとうございました。じゃあアレキさん準備お願いします。コメントでもですね、はい、まずコメントに行く前にそもそもこのキーワード拾っていくと、はい、不快が愛着に擬人化ストーカーっていうなんかコメントにもありましたけど、はい、ジャブステック大丈夫かみたいな、まあ確かにそうだなと思いますけど、はい、でもストーカーしても褒められるってんだからいいですよね。そうですよね。あともう一点、はい、もうこうちゃんってしているんですか。こうちゃん今年ちょいちょい顔出しててもう来てる。はい、でもまだツイズラちゃんには手繋げてない感じで、はい、そろそろな感じなわけです、はい、わかりました。荒木さんも準備ができたようなんで、それでは、ゲリラ豪雨に挑む選手荒木さんよろしくお願いします。